さあもう手元時計は45分、ついにロスタイムに入りました。ブラジルとナイジェリアはブラジル勝ちました、1対0。したがって日本同点ゴール、日本同点ゴール、2対2追いつきました。コーナーキックから日本同点ゴール、変わったばかりの上村同点ゴール、変わったばかりの上村、見てください、ドンピシャやりました。上村彼は強いですね。見たかとばかりにゴール中央、すでにブラジルがナイジェリアを破っております。したがって日本はこれで同点、あるいは勝っても3点差以上でなくてはベスト8進出はなりませんが、しかしこのお友達の意地を見ました、上村の同点ゴール。しかもずっとベンチを温めてまいりました上村が同点ゴール、2対2。ハンガリーも攻めます。ドンビです。もう手元の計はロスタイム46分を回りました。しかし田島さん、ここで同点に追いついた彼らのね、どんどん攻める、はい、はい、意地を見せてくれてますもう、はい、これもう1点取ってほしいですね。そうですね、その気持ちを見せてほしいですね。そうだ、勝って胸を張って日本に帰ろうぜ。2対2同点やりました上村。アジア最終予選でもね、彼いいところで出てくれてますね。決めたんですよね。さあ彼は22番目というか、後で追加されて入ったんですけどね。そうなんです怪我人続出の中で、そのために毎日トレーニングを積んできた。さあ抜けた伊藤だ、伊藤が折り返した、前園ゴール、前園もう早く戻ってほしいですね。もうこれ1点リード、もう早く戻らなきゃいけないですね。前園もう喜んでる場合じゃないですよ。やはり意地っていうのはやっぱり予選通過するっていうことがあるんですからね、はい、やりました、両拳をぐっと握りしめました。しかしよく抜けましたね、伊藤の素晴らしいダッシュ、そして中央に俺に出せという前園が決めた左足。もう手元の時計は47分、ベスト8進出やっとここでですね、はい、点数取ろうっていう字がこう、今前園、これ広永もみんな上とここに行ってますよね、はい、ますよ、まさにこれを見たかったんですよね。襲いかかりました。ここで試合終了、日本3対2、ハンガリーに逆転勝ち、ハンガリーを破りました。しかしすでにマイアミではゲームが終わっております。ブラジルがナイジェリアを破りました。したがってブラジル、ナイジェリア、日本2勝1敗勝ち点6で並びましたが、得点と失点の差で残念ながら日本はベスト8進出なりません。しかしよく戦いました、劣勢の中最後の最後で2点を挙げまして、見事にハンガリーに逆転勝ち、心から拍手を送りたいという気持ちです。本当によく頑張りましたね、はい、いやこれは今西野監督もピッチの中に行って選手たちと握手をしてますがね、これベスト8進出ならなかった、これ日本の選手たちももう分かってると思いますが、そうですね、もう分かってると思います、しかしこの勝ったことに我々明日に向かっての希望を何かね教えてもらったような気がします。いや本当にその通りですね、本当にこのチーム長い間西野監督、はい、山本コーチとですね中心でなってまとめてきたんですけども、はい、最終的にこのオリンピックで、まあ、2勝1敗ブラジル、ナイジェリアと並んでね、はい、予選は通過できませんでしたけど、本当に頑張ったと思います。そうですね、よく戦いました。ただね、前の逆転を中心とした日本イレブン、はい、ただ本当に世界の壁にやっぱり初めて久しぶりに臨んで、はい、やはり通用しなかったということもやはり我々は知っておくべきでしょうね。そうですね、もう一回足元を見つめ直して、彼らには次のワールドカップがありますから。そうです、日本の選手たちは城、松原、上村、前園、森岡、広永、道木、服部、伊藤、鈴木、田中、松田、川口、そして白井、遠藤、中田、秋葉、下田という18人のメンバー、西野監督のもとよくここまで頑張りました。本当に頑張ってくれました。28年ぶりにアジアの予選を突破しました。そしてこのヒノキ舞台でブラジルを破り、今日のハンガリーも破りました。かつて世界をリードしたこの2大強国を破ったことは一生私たち日本のサッカーファンに忘れられない出来事であります。しかし彼らにはまだまだもっと大きな目標があります。解説は本当に熱のこもった解説ありがとうございました。ありがとうございました。それではシトラスボールから失礼をいたします。解説は田島幸三さんでございました。